アラフォー世代以上の男性はこんなセリフを言う女性に心つかまれてしまうんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。またメールマガジンも10年近くにわたって毎日配信しています。下の概要欄説明欄にメールマガジンへのリンクが貼ってあります。登録無料になっていますので合わせてご登録ください。アラフォー世代以上、35を超えて40、50、60、70、80、まあ、いわゆるおっさん、おじいさん、おじいちゃんと言われている世代の男性は、女性にこういうことを言われると大概ドキドキしてしまう。その女性に心つかまれてしまうと。じゃあどんなセリフなのかという話をね、今日は代表的なもの7つご紹介をしていこうと思います。日常のね、異性とのコミュニケーションに限らず同性とのコミュニケーションでも、あなたの考えだとか思いを正しく言葉で伝えるためにはどうすればいいか、大切な人との心の距離をね、言葉によってどう縮めていくことができるかという話についてはこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていまして、日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいて、ご都合よければぜひこちらにもお越しいただくとして、今日は特にアラフォー世代以上の男性全般に言える話として、女性からこういうことを言われると、それを言ってくれる女性に大概心をつかまれる、その人のことを好きになってしまう、追いかけたくなってしまう、どんなセリフなのかというお話をご紹介していこうと思っています。もちろん状況とか環境とか、お相手との関係性によってね、ここでご紹介させていただく話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的にこういうケース、ああいう場合はどうなんだという話については、僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますので、こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近畿の日程が大変混み合っていて、ご希望の日時のご予約すぐには取りづらい状況がちょっと続いているので、少し先の予定を余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで、今日はアラフォー世代以上の男性が女性に言われると心をつかまれてしまうセリフ、代表的なものを7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、好きなんですよね。まあ、これはね、もうこのチャンネルで随分ご紹介させていただいてるんですけど、かっこ恋愛とは関係なくというところがね、話のミソと、日常の関わりの中で自分に対して好意を寄せてくれる人に対してネガティブな感情ってね、誰だって抱かないじゃないですか。おまけに男性の多くは女性が好きなんですよね。もちろん異性愛者であるという前提の場合ですよ。そして好きな女性、その異性から好きと言われて悪い気がする人っていないんですよね。ましてやね、そこそこいい年したおっさんですよ。女性からね、好きなんて言われることはあんまりね、ないんですよね。やっぱりある程度こう社会的な立場があったりとか経験もあったりするから、好きっていうキーワードそのものが結構まあ軽いというか、まあ、ちょっとね、その人に対して失礼かなっていうふうにこう遠慮してしまうことがあったりする。まあ、そこでね、あえて、好きというふうに言ってあげる。繰り返し申し上げますが、ここで言う好きというのは色恋めいた好きではなくていいんです。まあ、そうするとね、逆にあれ、ちょっとなんか危ないのかなこの人っていうふうに警戒されてしまうことがあるので、むしろあなたのね、そのネクタイの色がすごく好きなんだとか、あなたのそういう素振りが好きなんだとか、あ、そういう言葉の使い方するんだ、そういう言い方する人ってね、私結構好きなんだよねみたいなね、単純にラブではなくてライクとして、こういうことが私好きなんよということを、まあ、日常の会話の中に散りばめられていくと、やっぱり日頃ね、あんまり好きと言われることがないから、あれ好きって言ってくれてる、あ、これ俺のことなんかな、あ、何、結構俺っていけてんのかなっていうふうに、ラブではないにしろ、ライクと言われ、ライクで好きと言われていることが分かっているんだけども、好きと言われて悪い気しないんですよね。そしてそう言ってくれる人は他になかなかいないから、言ってくれるその人のことを気づいた時にはね、気になってしょうがない、あれやっぱり好きだなっていうことで心奪われる、心をがっつりと掴まれることになる、そんなお話でした。そして2番目はこちらです。はい、センスを褒めてあげてください。彼の感覚ですよね。彼の行動とか物の言い方とか見た目とかっていう問題はね、あると思うんですけど、それ以上に彼がどんな趣味を持っているかとかね、どんな感性を持っているかということに対して、褒めてあげる。まあ分かりやすく言うと、やっぱり彼のお召し物、お洋服であるとか、まあ、持っている小物であるとかね、また趣味であるとか、あ、そういうものを好きなんだ、あ、
それはすごくいいセンスされていらっしゃいますよね、とか、あ、そういう服装とかっていうのはすごくかっこいいと思うよね、みたいな、まあ、言い方はいろいろあると思います。自分がねやってることが果たして正しいのかとか、自分がこの持っている感覚とかが果たして他人からどう評価されているかっていうのは基本的にねみんな分かんないじゃないですか。分かんないなりにやっぱりでもちょっと気になったりもする。しかもそれが異性から思われた時に見られた時にどういう評価を受けるかということも、まあ、ちょっと気になりつつも分かんなかったりする。しかしそれがはっきりとね、いやあんたのそういうとこ好きなんよ、いやあんたのそのセンスすごくかっこいいと思ってんだよね、いや本当ねこういうところってすごく魅力的、なんていうふうに言われちゃったりすると、あそうなんだ、あじゃあ俺このボールペン選んだ俺って結構いけてんのかなとかね、あこういう趣味を持っている俺のことって結構ポジティブに評価してくれる人いたりするんだ、あ意外にいいかもというふうに、まあ、気づいた時にはね、その心を奪われてしまうことがあると、まあ、いうことなので、だから彼が何を持ってるかとか何をやってるかというよりもそう考える、そう思う、その彼の感覚センスがすごくいいんですよというところに焦点を当てて褒めてあげると、まあ、大概おじさんもねそういうこと言われる機会っていうのはあんまりないから、言われるとドキドキして好きになってしまうと、まあ、そんなお話をね先日ちょっと同じような話でご紹介差し上げたと思うんですけど、彼のね感覚を褒めてもらえることって、まあ、あんまりねさっき申し上げたように男の人年を取れば取るほど機会が少なくなっていくので、こういう動画でご紹介差し上げてます。こちらに画像が出ていてこちらにリンクも出てますから、まあ、このあたりちょっとご参照いただいたりとか関連する動画他にもいくつかご紹介差し上げているのでチャンネルをご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだけども、まあそのセンス感覚を褒められるとその人のことを好きになっていくというか、まあ、心つかまれるというそんな話でした。そして3番目はこちらです。はい、これは毎度お約束ですね、教えてとか、まあ、助けてとか、あなたの力が必要なんよ、あなたのことを私本当に、ね、信頼しとるんよ、人は誰であれ男性も女性もねやっぱり人から必要とされたいんです、人に必要とされることによってそこに初めて自分の居場所があるんだということを感じることができるんです。人は男も女も群れの生き物だから群れに属していたいんです。その群れに属するためにはやっぱり人から必要とされなきゃいけないんですよね。そしてその必要とされるというのは女性以上に男性の方がその傾向は顕著である。なぜならば男性の方がねやっぱりこう群れで狩猟採集をしていく生き物だから、組織の中でね生きていくのが、まあ、男性の、まあ、本領発揮しやすい環境だったりもするので、まあ、だからこそやっぱりあんたのことが必要なんよとかね、いやこれ悪いけどちょっと教えてほしいなとかね、ちょっと助けてほしいななんていうことを言ってあげていただくと、まあ聞いてもいないことをねあれこれ教えてくれたりするっていう、まあ、いわゆる教えたがりおじさんとかさ、なんかね助けたがりおじさんって世の中にいたりするじゃないですか。ちょっとね、ゴルフやり始める人がゴルフの練習場に行っただけで本当にね聞いてもいないのにああでもないこうでもない教えてくれるおじさんとか、山登りに行ったらさもう本当にね、ガチンコのこう山登らーのおじさんとかが聞いてもいないのにあれこれ教えてくれたりすることってありますよね。まあそれはつまりそういうことだったりもするので、あなたの方から教えてとかね助けてというふうに、まあ、ちょっとこうあんたのことが必要ないよということを態度で示してあげるだけで男の人がコロッとね言ったりするんで、まあ、そんなことも考えてみていただくといいのではないでしょうか。そして4番目はこちらです。はい、成功理由をね、お話してあげてください。彼がね何が成功の原因だったのか、彼が今うまくいっている理由は何なのか、そこに至るまでにどんな思いや考えがあったのか、そんなことをね聞いてあげていただくんです。もちろんね彼が社会的に成功しているとか仕事がねうまくいってるとかいってないとかね、それはね結果はどうでもいいんです。どうでもよくはないけど、大事なことは今のあなたは本当にうまくいっている人だよねということで、現状の彼を まず受け入れて認めてあげるということ、その上で、まあ、そこに至るまでの考えにどういう思いやどういうこれがねいきさつがあったのかということについてお話をしてあげる、お話をさせてあげる、まあ、人は誰であれやっぱりね自分が今に至るまでに良かったことであるとかね、このいい結果を生み出すためにどんな考え方を持っていたのかということを話をしながら証明したいんですよね。証明しながら俺って結構イケてるよねっていうことをお相手に対して無意識のうちにマウント取っていきたいんです。例えば競馬の予想でもさ、まあ、競輪の予想でも、まあ、野球の勝敗でもいいんだけどさ、予想して、まあ、たまたまねその予想が当たりました、
その当たったのは単なる偶然だとは思うんだけども、でもなんでそう予想したのかということを、俺の読みがいかに正しかったのかということを、まあ、とうとうと語りたがるおじさんっていたりしますよね。まあ、それとある意味同じだってね、今の自分に至るまで、いやあんたねちょっと今しんどいかもしれないけど、でもここまで頑張ってこれた結果があるわけじゃない。じゃあこのなんでこうやって頑張ってこれたの、その時にどういう思いでそのいろんな問題を乗り越えてこられたの、いや今はさまだ問題かもしれないけど、でもこれまでのことって考えたりすると結構ねできたこといっぱいあると思うのでね、それちょっと聞かせてほしいなみたいなこと言うと喜んでお話をしてくれるんです。そして喜んで話をしながら、あれなんでこんなに気持ちよく話ができるのかな、あ俺彼女のこと好きだからかもしれない、彼女に心掴まれたみたいな、まあ、そんな話に意外と簡単になるということなので、まあ、武勇伝とかね過去の成功体験ということでもいいんだが、まあ、彼が今に至るまでねどんな生き方をしてきていて、そして結果ねなぜ今良くなっているのかという話をちょっと掘り下げて聞いてみてあげていただくと、お相手はそれだけで、まあ、特におじさんになればなるほどね大喜びをして、あなたの方に気持ちをね向けてくれるようになる、そんな話でした。さあそして5番目はこちらです。はい、あなただから大丈夫だという話、まあ、人として、また男として本当にね信用していますよ、あなたに対して、疑いの目は一切持っていないですよ、頼りにしているんです、さっきね助けてとか教えてっていう話があったけども、まあ、それに関連してねやっぱりなんか困りごとがありました、何かね、誰かの力を必要としています、その時にあやっぱりなんとかさんがいてくれれば大丈夫ですよね、あなんとかさんだったらもうこれはお任せできるよって言われれば、それは男女関わらず嬉しいと思うんですよね。例えば職場でもさなんかこうちょっと問題があった時に、あちょっとなんとか言ってくれる、いやお前が言ってくれればさもうこれ全然問題ない大丈夫だから、お前のこと本当に信頼してるから平気だよなんていうふうに言われたら、あ本当ですかありがとうございます、じゃあちょっと僕頑張ってきます、私ちょっとそれ問題片付けてきますねというように、やっぱり信頼されてる自分ってすごくね自己肯定感が高まるというか、そして信頼してくれるお相手に対してもそう思ってくれることに対してポジティブな感情しか湧かないですよね。特にそこそこ年をさ重ねてきて自分がねどれぐらいいろんなことをやってきたかっていう少なからずのプライドや自信を持っている人に対して、いやなんとかさんだから絶対大丈夫だよとかね、なんとかさんには本当にお任せできるよね、なんとかさんがいてくれるだけで本当に安心だわというような手放しでの信頼というのを与えてあげるだけで、それを与えてくれる人に対して、まあ、人はポジティブに考える、そしてその人に心つかまれてしまうので、まあ些細なことね、例えば彼にお買い物をお願いするとか、彼とまあちょっとデート行きましょうという話の時とかに、いやあんただったらこれ大丈夫だよね、いやあんただったらもう本当全然ね信頼してるから任せるわっていうふうに言ってあげるだけで、あ本当じゃあ頑張る君のためにということで、あなたに気持ちを持っていかれることがあるという話、まあこういう話の中でもねご紹介差し上げたと思います。まあ男性であれ女性であれ人は誰であれやっぱり自分を信じてくれる人、信頼してくれる人に対して自分も信頼感を抱きやすくなるという話、こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるので、まあ、このあたりの話なんかもちょっと参考にしていただきながら、ぜひねあんただから大丈夫とかね、あんた本当に信頼してるよ、なんとかさんには本当に全てお任せします、だってなんとかさんだもんみたいなことを言ってあげていただくといいのではないでしょうか。さあそして、6番目はこちらです。はい、あなたの彼女や奥さんが羨ましいという、まあ、ここはねかなり色恋に寄せた話ではありますが、なんとかさんみたいな人とお付き合いできる人って羨ましいな、それは別の言い方をすると、私はなんとかさんの奥さんとかなんとかさんの彼女のポジションになりたいな、そういう人とお付き合いしたいなとね、まあ明言はしていないにしてもそれに近しいことを言っているのと同じだというふうに、まあ、言ってる方はさ軽口で言ってるのかもしれないけど、言われてる方はね、ひょっとしてそうなん、何なんだったら俺の彼女になりたいのというふうに、まあ、勘違いをしてしまう。それはつまり単純にね好きという行為だけではなくて、やっぱりそういう関係を作ってもいいという意味で人としてね信頼されている、しかもここでいうところのこうアラフォー世代以上のね男性ですよ、付き合ってもいいかなとかね、なんとかさんの奥さんのポジションに入りたいなと思うぐらい、あ俺って結構評価されてるんだというふうに、まあ、それは前向きに捉えられる。先ほど申し上げたようにやっぱり自分のことを信じてくれてるんだなとかね、それは単純にまあ異性ということだけではなくて人としてもね、まあ、評価をしてくれていて、しかも異性のパートナーとしても可能性としてはあり得るぐらいの男だというふうに見てくれてるんだ、そうなんだ俺って結構意外にいけてるのかというふうにまあ思ってしまうことがある。まあもちろんもうすでにあなたがね彼の
パートナーだったりとか、まあ、彼の奥さんであるという立場であるならば、あんたとね一緒に仕事をしている会社の女の子とかが本当羨ましいわとかね、まあ、あんたとね、まあ日頃なんか関わってるお友達とか本当にねそういう子って本当羨ましいよね。だってそれだけあんたと一緒にいる時間が長いんだもん。いや私はね今あんたと一緒にいるけど、でももっともっと一緒にいたいな、でも職場の子はもっと長く一緒にいたりするんでしょ、もうその位置に行きたいわみたいな、まあ別にね自分が職場に行くわけじゃないんだけど、まあ雰囲気としてはあなたともっともっと関わっていきたいですよ、あなたのねもっともっといいポジションであなたと関わっていきたいですよ、私はそう思っていますよということを、まあ、間接的に伝えるという意味で、なんとかさんの、奥さんのねポジションになりたいなとか、なりたいなとは言わないにしても羨ましいなとか、彼女のポジションが羨ましいなっていう、まあ、これもただ言い方とかね、お相手との関係性気をつけないとね、ちょっとこれなんかやばい関係とかを求められてるんかなとか、いやちょっと超えちゃいけないラインを超えようとしてるのかこの人はっていうふうに、まあ、思われたりすることもあるんで、まあ、そこはね気をつけた方がいいという話、まあ、そのあたりはこういう話でもね前にご紹介差し上げたと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんでね、まあ、このあたりの話なんかもちょっと思い出していただきながら、まあ、ちょいちょい、まあ、彼女のポジションであるとかね、奥さんのポジションってすごく羨ましいなみたいなことを言ってあげるだけで彼は心をつかまれることになるという、そんなお話でした。さあそして最後7番目はこちらです。はい、好きになりそうというやつですね。このチャンネルではおなじみの話かもしれません。はっきりとね、好きということではなくて、好きになりそうだ、本気になってしまうかもというね、かもとかね、なりそうというところが話のミソであって、一番目にはね、お話し差し上げたのは恋愛とは関係なくね、とりあえず好きっていう言葉を散りばめろっていうのがあったんですけど、まあ、ここではねもうどちらかというと完全に色恋の話に話を寄せた上で、なんとかさんみたいな人を異性として好きになりそうだわとか、なんとかさんみたいな人に対してだったら私本気で気持ちが入ってしまいそうだというね、あれ本気じゃないんだみたいな、まだ本気じゃない、あそうなんだ、あ好きなんだけど好きじゃないんだまだというね、このちょっとっていうようなこの疑念というか、まあ、不安というか、なんだこの座りの悪さ、じゃあちょっと彼女の気持ちを完全にこっちに向けるためにはどうすればいいか、好きになりそうではなくて本気で好きになってもらうためにはどうすればいいか、自分はどんな態度や行動を持ってあなたに対して接すればいいのかということを真剣に考えるようになっていく、完全にね、いやもう私はあんたに本気だよ、私はあんたしかおらんからねっていうことで、まあ、グイグイって言ってしまうと、まあ、お相手はね、あそうなんね、ありがとうっていうことで、じゃあちょっとこっちはこっちで都合よくやらせてもらおうかというような、まあ、増長した態度に変わってしまうことがあったりするので、好きなんよだけど完全に好きとは言ってない、あなたに対して本気になりたいな、でも別に今本気とは言っていないというところで少しブレーキをかけてあげることで、寸止めにすることによってね、彼がえっていう来ると思ったら止まっちゃった、じゃあこっちから行きますということで、心をつかまれるようになるというので、まあ、これもあんまりね、こと先が過ぎるというかやりすぎるとなんかね、全体的に嘘くさい話になってしまうので、まあ、ポイントポイントで、ね、まあ、なんとかさんのことを本当に私好きになりそうだなとかね、いやまあちょっと今本気になりかけてるからちょっとやばい、でもまあでもまだ本気じゃないから大丈夫安心してみたいなところで、まあ、止めておくと男の人はそれだけで心をつかまれるというそんなお話でした。ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。もちろんこの限りではないのでね、まあ、代表的なものとして7つご紹介させてあげているんですが、特にこうアラフォー世代以上の男性というところをね、ちょっとこう対象にお話をさせていただいているので、まあ、若い男性とかだとね、まあ、こういうこと言ってもいまいちこうピンとこないというか、まあ、もうちょっと若い男性にはストレートな、ね、こう愛情表現とかの方が、分かりやすかったりとか、まあ、コミュニケーション取りやすかったりするんだけども、まあ、途中でもねちょいちょい申し上げたように、まあ、お相手のこう自尊心をねくすぐってあげたりとか、またこう人としてのね信頼関係をまずこう作っていくために、まあ、私はあなたのことを信頼しているよというような、まあ、素振りというのをね前提として、まあ、伝えてあげていただくだけで、あそうなんだ、じゃあ俺も結構彼女を信頼できるし、まあ、彼女のことだったら好きになってもいいかなっていうような、気持ちを持ってあなたと接することができるようになっていくので、まあそのあたりをちょっとこう、まあ、参考にしていただきながらお役立ていただけるようであればお役立てになってみてください。現場からは以上です。